皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。今日はね、オンラインの、試合の動画の方をねちょっとやっていきたいと思います。でちょっとねこの JY& 中学生強化杯、これちょこっとやったんですけど、翼とね、ナートレーザーのあの超ヘス、あのキャラを持ってる人に当たって、勝てなかったんで、ちょっとその悔いがあるんで、ちょっとねこの強化杯はちょっとあんまやりたくないっていうのが、正直な感想なんで、とりあえずねランクマ、まだ全然ランクマもやれてないんで、ランクマの方のね動画っていうのちょっとやりたいと思います。でまあ全然ランクマも自分あんまできずに毎回終わってしまうんですけど、まあちょっとねこの動画、ランクマをやってる動画っていうのをちょっと上げていきたいと思います。ではちょっと試合しましょう。一応自分メインにしてるのはこのパーティーなんで、これでいきます。できればね勝利っていうところを届けたいんで、なるべく超フェス2人のキャラを持ってない人と対戦したい。あーでもラファエル持ってるね。どうなってんだ、どうだ相手は。うわー下げられた。あー超フェスはいないね。でもマーガスとか厄介だね。ジェンティーレもいるし、赤井もいるし、さあ行きましょう。さあ行きますよ。さあどうだ、勝負だ。これラファエルは強いから、これは意外にやらない方がいい。これはスルーだね、抜かれちゃうから。どうせスッキーってチャンスメイクだ。抜かれちゃうからここはやらない、次で取る。よし来い、勝負だ。そうだ、ここはうわーパスやられた。よし、いいコースがあるぞ。パスやられちったか、やっときゃよかったな。守るぞ、勝負だ。これは来るでしょう、ヘッド。これはヘッド来るでしょう。来た。高さでは絶対に負けない。ペナルティーはマスターだが無理かな。うわーダメだった。うわーまた現像にこのこのシュートが来る。きついな。俺の魂のプレーを見せてやる。おお取れた、よかった。大好きだ、属性不利だからね。遠慮なく行くぞ。負けるか、わしが相手だ。オーラカーテンとオーラカットあるか。無理だな、シュートだな。2回ドリブルとか2回そうドリブルとかやるとスタミナその分かかるなら、シュート1回でやめた方がいい。まあもちろんねドリブルに抜けた方がいいんだけど、なかなかねドリブルに抜くのきついよね。あの超絶翼だったら簡単に抜けると思うんだけど、ここのみんなに見せつけてやる。なかなか難しい。この翼も強い方だけど、なかなかねドリブルで抜くのいくら S であっても厳しいよね。受けて立つ。本当はドリブルでいきたいんですけど、
集していこう。ここで勝負を決めるんだ。こんなシュート通用しない。そうか、セーフティーゾーンだな。強打カチンは前線からプレス。行け、これ取りたい。よし来い。負けるか、勝負隊。あー、ナトレーザー取ってほしいね。うわー、通用戦隊。まさかパワードリブルに吹っ飛ばされるとは。金だ、メンチャン来て。こんな小細工は通用戦隊。強いのかな、自分持ってないからちょっとわかんないですけど。僕が相手だ。僕が仕掛ける。なんか押したのにな。ここが勝負だ。みんな集中していこう。うわあ、ラファエル対ラファエル負けた。パス出された。なんでここがさ取れないのかわけわかんないんだよね。おかしいとしか言いようがないよね。高さでは絶対に負けない。ハイアングルヘッド。なんでさそこ抜けんのか。俺の時だけ抜けてってさ、相手の時だけちゃんとブロックとかそういうの全部止めれてさ、おかしいよね。今でおかしいと思う。サッカーが大好きだ。これはあフェスジェンティーできついな。負けてんもんな。でも行くしかねえ。あーブロックよかった。よしここは読み勝ったよ。行くぞ。負けるかい。お前を徹底マーク隊。いやーこれもう読まれてるじゃん。でも行くしかないっしょこれは。もう読まれても行くしかない。ゴールを目指す。パス出したって取られる。クソ反応収束時報。何、いやーしょうがない。ここでシュート打たなかったらどうしようもないもんね。ちょっと行ったの。ドリブル封印されてるから。来るなら来い。何度でもブロックしてやる。どうしようもないよね。おー、それ。おし、来た美咲。行け、僕の新兵器 3S だ。行くよ。行け美咲、この距離から属性振りで渾身。受けて立つ。抜いてくれ、ここ抜いてくれ。ミューラーを抜いてくれ。ここまで来たら抜いてくれるしかないよね。おっしゃー、ナイスナイス美咲。この試合は絶対に負けられない。まあね、夏がねドリブル使えればもっと最初に点取れてたんだけど。行かせない。行くぞ。これはパスカットだね。おし、あシュートかい。心が全て打ち砕く。シュートじゃ取れないな、パスカットで。あー赤い反応してくれ。赤いその位置だったら赤い反応できんじゃない。おっしゃ、ナイスナイスブロック。さっきやられたお返しだねこれ。来るなら来い。何度でもブロックしてやる。よしナイス。
とりあえずトリマチとリバウドを逆にしよう。で今度こそねナトゥで1点取りたいね。うーん、ナトゥをねフォワードにするより中盤の方がシュート打ちやすいような気もするんだけど。難しいよ、ね、僕が仕掛ける。負けるか。ナトゥいっちゃうか。ここでパス決めさせない。通るかわからないけど、いいコースがあるぞ。この難しい、いいコースではない、いいコースではない、ただ難しいけど、ここでナトゥに通れば、ここでナトゥに通ればでかい。押し来た。ねえ、ジェンティーレかかってこい。抜いて、ドリブル2発だ。これはここで勝負を決めるんだ。いくぞ。ナイス。ここを抜いて、ミサキかリバウルにパスね。うわ、なんでこのカルプ強くね。お、でもいい。負けるか、負けるか。どっちにしようかな。いや、ゴールデンコンビだなこれ。10番の共存も面白いかもな。やってみます、リバウールさん。いや、ブロックどうだろう。ブロックで取られちゃう。よし、抜けた抜けた。イエス、ナイス、よし、ナイスだよ。ドリブルか悩んだけど、行くぞ。ここが勝負だ。みんな集中していこう。勝負だ、来い。よし、ここで目の前で打つ、目の前で打つよ。これは決めてほしい。俺の選手生命にかけて。さあ、リバウルのシュート。さあ、リバウルのシュートは守るミューラー。どうだ、ミューラーから打ち抜くことができるか。金だよ、金、金シュート。さあ、どうだ、サード入った。おっしゃ、ナイスリバウ、ナイスリバウ。たまたまのこぼれ球だからね、今ね、リバウで。バグってるね。俺はドリブルで来そう。うわー、パスだ。よし、いいコースだ。ラファエル対ラファエル、全然制覇してきてね。守るぞ、行くぞ。絶対シュート来た。ここ止めて、見すぎ。でもペナルティーエアマスター入ってくからな。ナイス、ナイス、見すぎ。それだよ、それ。いやー、これ無理だね。このソリマチだと逃げるコースはシュートしかない。逃げるっていうか、できる選択肢がシュートしかない。もうドリブルでいっても 100% 取れる。うーわ、強え、ジト。シュートでも取られた。やば。つうか、普通それファールじゃない。そのタックル、ファールだよね、絶対。どうか。うわ、バグってるよ。いいかしないぞ。よし、来い。勝負だ。ミカエル、シュートっぽいな、これ。なんか、シュートしてきそうだな。うわ、ドリブルだ。いやー、ミカエルで、ミカエルじゃない。あ、パスだ。お、ナイス、ミサキ。取ったよ。あー、間違ってシュート打っち
した。やば。パスし、ちょっとドリブルしてパスナトレーザーにしようとしたのに。ナイス、ミサキ。あー、ギリギリじゃねえ、今のオフサイド。いや、今のオフサイドギリギリじゃない。バグってんな。ここから先は行かせない。勝負だ。絶対タック、絶対ドリブルしてくるよね、これ。ドリブルかパスだよ。うわ、シュートやってた。かなり裏をかかる。勝負は一瞬で決める。でもそこのシュートは怖くない。赤い止めちゃうんじゃん、これ。いやー、止めなんねえか。よし来い。ここは確実にキャッチします。行くぜ。俺の魂のプレーを見せてやる。今でも俺はサッカーが大好きだ。それじゃなくたって、だって属性有利だから。あよっ、よし、勝ちました。よかった、なんとか勝てた。よし、勝てた。ありがとうございます。で、まあ一応ね、ランクマの方こちら勝ちました。なんかね、やっぱりちょっとグダグダしちゃったんですけど、まあなんとかね、ミサキとリバウルで決めることができました。で、2点目のね、リバウルに関しては、まあほんとね、たまたま運が良かったっていうところです。まあね、またね、この試合動画っていうのはやっていきたいと思うんで、その際はね、ご視聴の方をお願いします。で、今回もね、ご視聴いただきありがとうございます。で、自分のね、この戦いドリームチームの動画の高評価、あと YouTube チャンネルの登録の方もお願いします。